ー、スレヨシグです。あー、なんかこの挨拶すごい久々な気がする。はい、ということで皆さん、ちょっとね、動画投稿の方ね、本当はねもっと早く上げたかったんですけど、 PDF 予選の方でね、いろいろバタバタしちゃっててね、10日くらい休んじゃったのかな、すいませんでした。でね、まあ、あの PDF 予選ね、もっと早めに、まあ、エリケツの切符取って、でね、動画投稿再開してなと思ったんだけど、今回ねちょっといろいろ長引いちゃって、まあ3回くらい出れるチャンスあったんですよ僕ら。で、初日負けちゃって、じゃあ2日目頑張るぞーって思ってたら、まさかのね、抽選落ちしちゃったんすよね。くじ運がなかった。あのね、永田村もが抽選落ちしたの見ててね、すんげえ面白いなーと思ってたんですけど、まさか自分の番が来るとはね、思わなかったですね。ガンタクになっちゃいました。はい、って感じで、まあね、あと1回しかチャンスねえから、じゃあめっちゃ練習するかーと言ってやってたら、もうとてもじゃないけど、動画撮れなかったね。はい、っていう感じでいろいろわちゃわちゃしておりました。ではね、こう思うとね、あの毎日投稿しながらずっと練習してた村もマジですごいんだよ。本当にもう本当にあいつ偉大。はい、って感じでね、まあ感心しつつも、まあ今日からまたね動画投稿頑張っていくぞということで、本日の動画はヤクト動画ですね。ダジャレじゃないんだけどね、別にね。で、まあなんでヤクト動画かっていうと、まあ PDF ね、ちょっとこのキャラ使う世界線もあったのかなというか、まああいつがレギルス、まあコタンがね、ちょっといろいろサザビアカツキやってた時に、あの、定期的にね、サザビメンヘラになる時期があったんですよ。で、そこでまあレギルスアカツキとかやってた時に、これ多分レギルスアカツキよりもレギルスヤクト動画の方がシナジーありそうだし、まああとね、レギルスって結構タイムアップになりやすいから、そういった意味でも2000個するのがいいんじゃないかなと思って、で結構ね、ヤクト動画を練習しておりました。まあだからまあそれの練習風景っていう感じの動画ですね。結構厚めなんですよね、このキャラ。まあまずさっき言った通りタイムアップに強いっていうのもあるし、あとね、環境にね、楽園に結構強く出れんのよ、このキャラ。このキャラ抵抗同士のタイムはめちゃめちゃ強いんで。で、あとね、やっぱね、大会ね、ファンネルがめっちゃ強いんで、このキャラのファンネルってもともとがクソ強いから、多分刺さるんじゃねえかなってあれで、もしかしたらね、レギルスヤクト動画もありなんかなって思います。と、まあそんな感じでね、結構今の環境の編成に対して強く出れるんですよ、ヤクト動画って。だからね、割と大会ありかなーって思って練習してたんですけど、エリア決勝のメンツがね、テイコがね、何人かいるんですよ。GP のさ、初戦で当たったアレックス・プロビ覚えてるかな、めちゃめちゃ負けかけたやつ。あの二人とか、あとね、キラ君の相撲がいたりとかでね、あの、ブルリスに相撲ってもうなんか、お前ら今から殺しに行くからなみたいな編成が結構多いんで、ヤクト動画ね、そこら辺の嵐キャラにすごい弱いんですよね。ってところで、まあ、そういう相手の時は、暁の方がぴょんかくあるからありなのかなと思いつつ、でもなんか、普通にゲームしてくる相手の時は、なんか、ヤクト動画の方が勝ち方しっくりくるなっていう感じで、葛藤しております。はい、ということで、じゃあ2試合目の方見ていきましょう。対戦相手が P セルフとゼロマンの編成ですね。こういう編成の時はね、ヤクト動画マジで強い。まあ、ゆっくりやりつつ、まあ、あのね、ゼロマンの強化の時はね、相方とくっついてさばきながら、で、相手のね、生地の時は、こっちね、アシストとかね、サブとか使いながら取りに行くっていう感じで、結構ね、戦法がわかりやすいからね、立ち回り迷わないのはすごいやってて助かるなと思いました。さあ、ここ一回20連射で盾固めてはいったんですけど、ブーストがなぜか出なかった。さあ、だからその後いろいろぐちゃぐちゃの展開ですが、こちら側がダメージ取れましたね。いい感じ。さあ、相方が NTD で荒らしてくれてるんで、ここはちょっとゼロマの覚醒逃げていきたいが、相方がしっかり捉えてくれている。さあ、このキャラね、基本的な立ち回りなんですけど、基本的にはこのアシストの、2発あるこのギラズール、ギラ動画だね、多分これは。ギラ動画のこのグレランがあるとき、これがあるときはね、ほんとすげえ強く出れるんで、しっかりまあ、相方と一緒にね、前出て荒らしつつ、で、アシストがなくなったら下がるっていう、まあ、なんだろうな、疑似的な次元強化っていう感じで、まあ思い込んでやるとね、結構その立ち回りのメリハリ、ヒットアンダーウェイがつきやすいからおすすめです。さあ、といった感じで、またアシストが溜まっていったんで、ちょっとまたお仕事しに行きたいですね。このキャラ基本的にアシストがないときは、ほんとこんなんで格闘チャージ、CS サブとかでね、弾ばらまくぐらいしかやることないんで。さあ、相手がね、ちょっと固まってるんで攻めづらいですが、ここはちょっと相方と合流しながらどっかで触っていきたい。さあ、これゼロマル触れそうなんで、ちょっと無理なタクトに行ったら、ちょっとサブとか流れてしまったが、ゼロマルどうにかあれ取りたい。さあ、一度取っていきつつ、覚醒もいい感じの体力で溜まってますね。さあ、これ覚醒使って、まあ、どっちか減らすればっていう感じでやっていきたいか。さあ、攻めに覚醒使うんで、ここも置き攻めでね、覚醒使って、このね、置き攻め強いんですよ。サブ2発上昇からの、この特格サブ。これやるとね、大体分数より取れるからおすすめです。で、この展開ね、P セルフの覚醒吐かせたいんで同じ置き攻めするんですけど、これね、わかるかな、このなんかブースト有利の取り方。
こんな感じでファンデルね動かしつつ、こっちは一回着地してっていう感じでやれるから、読み絵がねすごい有利に進むんですよ。でこんな感じで覚醒吐かせることができるんで、結構ねこの受け攻めは覚えて損ないのかなと思います。相手誕生の2試合目でした。あとね、Pリーフのまあ期待選択の可能性として願わくば夢物語なんだけど、セブスをね使いたいんですよっていう話をね、コタンガさんにすると、みたいな、なんか、急に痺れ始めるんで。で、逆にね、俺からのお願いでね、まあ、お前が、コタンガが、暁使えんなら、セブス暁割と真面目に強いんすよって話をするんだよ。今の環境、セブス暁絶対刺さりいいから。で、ペアとしてもすごいシナジーあるし、やりたいなぁ、やりたいなぁって嘆くとね、もうすんごい嫌な顔されんの。みたいな。で、じゃあ逆にお前が、じゃあ俺が暁乗るから、お前セブス乗ってよって言ったら、もっと嫌な顔されるんですよね。もうわがままな子なんだから。はい、で、じゃあ3試合目見ていきましょう。対戦相手がトールギスと、あれは、スタビルかな?スタビルの編成ですね。てか、ギスもキャラとしてはめちゃめちゃ強いんだけど、大会の採用率は割と少なめなのかな。まあ、言ってやっぱあのスーパーバーニアにね、ジンマシン出る人、まあ、操作性のジンマシン出る人いるだろうから、俺が使うとブースト4回なんだよな、あのキャラ。さあ、といったんで、まだ体力調整いい感じですね。結構ダメージも取れてるし、割といいんじゃないでしょうか。さあ、格闘チャージ。こういうね、見られてない状況の格闘チャージが強いというか、結構このキャラね、疑似体もいけるし、まあ、割と2オン気味でね、まあ、ファンネルと、あとは格闘マックだけでも仕事できるから、結構ほんとね、万能なんですよ、オールマイティ。さあ、といった感じで、ここはちょっと一回取られてしまったが、まあ、まだ相方はね、全然減ってないんで、格闘チャージだけばらまきつつ、まだ疑似体は仕掛けたくないですね、と思ったら、ギスの覚醒が来てしまった。ギスの覚醒はさすがに無理そうな感じがする。とりあえず盾で補正つけながら前角であがきたかったが、ここは取られてしまった。まあ、このキャラね、ちょっと先落ちの展開あんまりにも弱いんで、てか2000で基本的に先落ちの展開結構弱いんだよな、今作。まあ、だからあんま落ちたくないですね。さあ、相手がブースト使ったの見えたんで、ここは前角と N 出し切りからの覚醒技抵抗したな。さあ、しっかりダメージを取っていきつつ、ちょっと失格延長欲張りたいですね、ここ。さあ、失格延長していきたいが、ここちょっと殴れそうになったんで、そのまま殴っていって、相方が落ちたら逃げる感じなのかな。まあ、相方落ちる前にちょっと距離取っていきたいですね。さあ、一度相方がロック取ってくれてるんで、ここで相方落ちて、さあ、逃げる展開結構やばい。さあ、ダブルロック狙われて、ここで出るのが緑ロック前角ですね。これね、めちゃめちゃ強いんですよ。さあ、硬直もね、早くて、しかもね、すんげえ動くから、こんな感じでね、結構さばけたりして、ラストはグレラン当たって終了ですね。はい、ダンジョン3試合目でした。このガキはね、マジで強いし、お手軽だからおすすめです。では、本日ラスト見ていきましょう。あとね、PDF っていうと俺が個人的に楽しみにしてるのがね、まあ試合内容とか結果もそうなんだけど、もちろん楽しみなんだけど、新機体の PV 発表、PDF のやつめっちゃ好きなんだよね。前作のヤクタル家のやつみんな覚えてるかな?発表された時。まあ最初に奈良 TV が発表されて、うおー、まあ時期もね、映画もそうだったからすげえ、うおーってなった後に、来るね、改造が真っ暗になるのよ、あれ一回。真っ暗になってからの赤いライトアップで出てくるね、ヤクタル家の PV がめっちゃかっこよかったんだよな、ね。すげえ、綺麗だったんですよね。めちゃめちゃ思い出に残ってる。多分赤いライトアップね、ファングをね、意識したね、ライトアップだったと思うんですけど、ああいうね、盛り上がる演出がね、今作もあればいいなと思います。はい、で、なんで、じゃあ本日ラスト見ていきましょう。対戦相手が、戦国アストレート、ターン A の編成ですね。もうターン A もね、行ってやっぱ大会ね、多分多めに出てくるから対策考えたんだけどね、低コストやってる身としてはもう行って積む場面積むのよね。いやほんとね、暁ですらね、ピョン角でも逃げれないみたいな場面があったから潜られちゃって。なんかそこら辺でどうしようかなーっていうか、すごい課題なんだよね、ターン A。もうほんと最近ね、ターン A のせいでね、夜も眠れねえんだよ。もうずっとターン A 対策どうしようどうしようと思ってたらね、全然寝れなくて。最近ね、ダメなんですよ、もうほんとに。さあ、といったんで、発動しつつ、とりあえずね、試合の方を目通していきましょう。さあ、これ一回、こう、なんかの方が覚醒通してくれてるんで、ちょっとターン A の方、ちゃちゃ入れつつ、これも完全相手側、アストレイ爆弾の感じ、爆弾の感じになってますね。ターン A がね、ああやって逃げる展開になった時、マジで辛いんだよなぁ。さあ、ここちょっと取れそうだったね。ここはしっかりファンネルと一緒に取ってあげつつ、まあ、耐久が154、まあ、C 覚醒あると言っても、ちょっと調子に乗りたくない体力なんで逃げていきましょう。さあ、アシストが引っかかって、覚醒化することはできた。さあ、流射極みのもう露骨なカウンター。さあ、露骨なカウンターをしたらね、なんか色々噛み合って助かったんで、ここはメガリ症でね、ダウンを取って再び距離を取っていきましょう。
さあこの C 覚醒ね、まあ、あの入った時にちょっと延長してできれば相方が落ちた時にね、また覚醒入って3回相方がね覚醒吐けるようにね、あの動かせればいいなーって感じでやってるんですけど、ちょっとここ余裕なさそうかな。さあ一度距離開けたんですけど、ここねアストで殴れそうだったんで BD 覚差し込んでいってって感じでやってたら1秒足りなかった。そうこのね CS 切り替えからねメイン発射まで間に合ったら C 覚延長でね10秒ぐらい延長できたんですけど、ちょっともったいなかったっすね。さあまだその分ねダメージのオファー取れてるんで全然良きでしょう。さあアストレに詰め寄られて、もうまた露骨なカウンターしたんですけど、さすがに読まれたかなんだなんだかな、よくわかんないけど助かりましたね。そう最近ねこういう展開多いんだよな、なんかよくわかんないけど助かりましたみたいな。さあとりあえずここはまたうざい玉パラパラ垂れ流しつつ、後ろから単位が来てるんですけど、ここはもうご利用しで、アストレ落としに行って試合終了っすね。はい、って感じで今回ヤクト動画の動画でした。ダジャレじゃないんだけどね。そういうつもりで言ったわけじゃないんだけど、ヤクト動画の動画でした。いかがだったでしょうか。ヤクト動画のね、視点の時、毎回これ言ってる気がする。全肉行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか、ヤクト動画。あのね、ほんとね、嵐キャラが来ない限りは、ほんと基本的に今の環境強く出れるからありなんかなーって思いつつ、でもね、やっぱ嵐キャラに一定弱いんだよな。それこそね、あの、巨頭竜とか突っ込んできたら絶対このキャラ無理なんで、そういった時は絶対暁の方がいいなーってなるし、でも、かといってね、暁使ってて、楽園とか相手にタイムアップになった時に、ああ、やっぱ、ヤクト動画の方がいいのかなーなんて感じで、いろいろ売れる。なんかまあそういった意味だと結構、この環境あんま答えがないから面白いなーって思います、やってて。はい、ということでご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみに。バイバイ。